ちゃんとかぶっときなよ。また落としたって知らないからな。さあ、まっすぐ玉座へ向か。僕の魔力はもう尽きた。一緒に玉座へ行ったところで何の役にも立たない。そんなことない。黒猫ちゃんがいなきゃ私きっと玉座にたどり着けない。待ってて、私が何とかする。ソウルって気がついたか。黒猫ちゃん、よかった、無事だったんだね。さっさと玉座へ送り届けて、このお荷物とはおさらばだって思ってたんだけどな。この短い間で、実際君はよく頑張ってるよ。黒猫ちゃん、もしかして今、私のこと褒めた？のんびりしてる場合じゃない。さっさと立ちな。行くぞ。僕の後についてくるんだ。これが僕が君にしてあげられる最後のことだ。
Thank you.
玉座だ。 君もこの玉座を目指してやってきたのですね。あなたは？私もです。君と同じですよ。玉座の力を求めここまで来ました。 他の何事にも目もくれず、ただひたすらに玉座を求めて。しかし、なぜでしょう。やっとの思いでここまで辿り着いたというのに。玉座についても何も、なぜでしょう。入ってくるはずの力が少しも感じられません。 私には分かります。君はここにいる人間と違う。体を変えれば力を手に入れられるのかしら。 そんな、私が破れるなんて。まさか、私は必要のない存在
なのですか？返して！これは私の玉座！哀れな人形だ。これで終わったの？私の玉座は渡さない。私はまだ力を得ていない。もちろん玉座を譲れなどとは申しませんが。